私の今の問題意識は、新入社員が入社して3年間に3割辞める、はい、とか言われてますね、はい、これ異常だと思うんですよ、でこれは2つ問題があるんでね、1つはやっぱり受け入れてる企業の側にも問題があると、それからもちろん働く新入社員の方にも問題がある、両方あると、でそこにはね共通の問題があると私は思う、根っこがね、何かというとね、経営というものが互いに誤解してるんじゃないかと、経営者も、それから新入社員、経営といってもね、何か特別なことやってるわけじゃなくて、人間がそれぞれの人生をかけて、あるいは思いをかけて、集まった集団に過ぎないんですね、その集団の目的がかなりまあ明確であると、経営の場合、利益を上げないかとか、顧客にサービスせないかとか、だって生き残っていくかとか、まあ、そういうふうに目的がはっきりしてるだけに、そこから歪みが出て、あたかも利益を上げること、そのことが目的であるかのごとく誤解してしまう、お互いが、違うんですね、原点は人間が思いを共にする人間たちが集まって作ってる集団なんだ、集団現象なんだという原点に変えるべきだというのが私の発想の原点で、じゃあその集団の原点は何かあったら、パトスなんですね、情熱なんだ、生きたいとか、あるいは人生を意義あるものにしたいとか、そういう思いのは集団なんだ、だったらそれに応えるべきなんですね、経営は、それから社員もそれを求めるべきなんですね、そうすればね経営は変わるんです、それがまた最終経営の目的である利益につながるんですよ、利益が結果なんですよ、目的じゃないの、それがねお互いが目的化しちゃってると、だから経営者は目的のためには過酷な労働を強いる、あるいは従業員の方からすれば疎外感を持ってしまう、これが若者の離職というのにつながっている、離職したら次にいいじゃあチャンスがあるのかというと、日本の社会はそれほどオープンじゃないですから、ますます転落していく、最後はフリーターみたいになってしまうというか、ね、まあ、非正規雇用というような、雇用に陥ってしまう、不幸なんですね、転職はしてもいいんですよ、もっといいところへ転職する、そうすると経営も良くなるんですね、今の経営がおかしいと、これはそういう人間の生涯をかけるに値しない会社だと思えば転職していける、そうするとそういう会社がどんどんこの発展していく、従業員のそういう思いを実現する会社が発展する、それから従業員を無視する、単なる利益だけを追求するこの価値転倒した会社は衰退して、その中で社会も良くなっていくわけですから、そういうオープンな社会ならどんどん転職すればいいんですよ、しかし日本は閉鎖的でありながら転職していくということはどんどん転落するということなので、これは不幸なんですよ、でこれを変えるためにはそうやって原点から組み直せば、私は変わっていく、でそれを私は資本主義の文明史的転換の時期に来ていると、文明史的転換という意味は、要するにそういう価値追求、あるいは企業のその独善、まあ、独自のですね、企業独自の理念とか、社税とか社訓とか目標と、そういうものにこだわった経営から、もっとオープンな、一人一人の人生を預かっておる企業として、その一人一人の思いをどう実現させてあげるかという形に経営者の意識が変わり、本人もそれが実現するという喜びを実感できるなら経営も良くなるし、日本の社会が良くなる、資本主義社会そのものが良くなると、今資本主義はもうどっちかというと、ね、最終局面に入ってると思うんですよ、何かというとこれはもう 金融ね、金融資本主義といいますか、要するに物は最初はものづくりが付加価値を生み、そしてそこから豊かな生活が実現する、それがまたさらに新しい需要を生んで、そこからまた新しいものが開発されていく、こういう産業資本主義のいい循環があったんですね、それがもうあらゆる点で需要が満たされ、それから資源もまあ限界が来た、環境的にも限界が来たということから、まあ一つの限界が見えたところに資本は余ってきてますから、利益があると、それをどうやって運用するかというと金融資本主義もあったんで、まあ、バブルを生んだり、散々な目にあったわけですけど、それももう限界に来たんですね、もう金が金を生む時代じゃないわけですよね、それはもう投機的な問題になったって、生産的じゃない、価値を生んでないんですから、だったら原点に帰らないか、じゃあその原点は何なのかと、さっきの思いと言いましたけど、思いだけじゃないんでね、思いだけじゃ物作れませんから、
うん、私はそこに付加価値を原点は文化だと、うん、文化こそが付加価値を源泉だと、うん、こういう時代が来てるんだという、うん、それがあの安倍さんが言うね地方創生だとか、うん、あるいはその女性が輝く時代だとか一億総活躍だと言ってることの意味なんですね、うん、文化なんですよ、うん、で日本にはそういう古代からの文化がもう昔からの文化があるんで、ね、うん、何かこれはね自然なんですよ、うん、自然環境だから TPP という問題に対しても正面から取り組もうというのは非常に正しいことなんですね、うん、というのは TPP の原点では農あるいは水産業、うん、農水業ですけど、うん、これはまさに日本の国土であり、うん、自然環境であり、うん、それから日本人のこの細やかな感性、うん、それから勤労を惜しまない、うん、手豆足豆と言いますかね、うん、豆な緻密に物事をこう丁寧に作っていく、うん、というのはまたもてなしにも通じるわけですけど、うん、そういう文化があるわけね、うん、その文化こそが今付加価値を生むんだと、うん、なれば日本の農業、あの優れた農産物、うん、それからまあ観光もそうですよね、うん、地方にある食の文化、うん、それからそういうあのもてなしの文化、うん、それから人間と自然が共生したあの豊かな景観、うん、そういったものあるいはその中で培われてきた長い歴史の中で培われてきた、うん、あの優れた観光資源が、うん、眠ってますよね、うん、でこれこそが付加価値を生んだというんで、うん、観光立国と言ってるのも正しいと思う、うん、やっぱそういうことでみんな感じてるんですよ、うん、それと同じにね、うん、まあ、小池さんだってそうですよね、うん、やっぱり文化をあの原点に変えて、うん、文化が、うん、価値を生むような社会をどうやって作るかということをみんな考え始めた、うんうん、そうすればさっきの企業におけるですね、うん、あの一人一人の思いとか、うん、自分が人生に何を価値として求めるのかということの原点とそれ、うん、原点では通じてるわけですから、うん、企業もそういう文化資本主義企業としてですね、うん、文化企業として価値を生む企業になっていくと、うん、こう思うんですね。もうものづくりの時代は終わったんですよ、うん、大量生産機械的、うん、企画品を大量に生産するという時代はもう終わった、うん、これはもう地球環境的にも資源環境的にも許さないだけじゃなくて、うん、そういうのは後進後発国がね、うん、むしろ低賃金でしかも技術レベルはもう最高のレベルをみんな直ちに習得できるわけですから、うん、技術レベルは共通なんですから、ね、そうするとそこでまあその生産拠点がシフトしたわけですから、うん、いや日本はもう今さらそういう企画大量生産のものを通じてはなくて、うん、何を作るのかってなったら文化なんですね、うん、文化が価値を生むような先端、うん、先進国になるべきだと、うん、そういう意味ではその世界のね、うん、一番いいあの立地上もね地政学上の立地も一番いいですよね、うん、適当に見ながら離れてて、あーそうです、しかも適当に見ながらね、うん、近いから、うん、まあ、そういう中でね日本がそういう新しい資本主義の運営していきたいを渡すべきだと、うん、これが私です。それを経営学にしたい、経営学として経営者の啓蒙をしたい、うんうん、これのね、あの3冊出していただいたんですね、最初はあの順番は違いますけど、私の構想としては、最初にこの女性が輝く時代働くとはどういうことかと、今女性が輝く時代と言われてるけど、その女性に向けてですね、働くということはどういうことなのかということを、うん、まあ、メッセージとして、あの送ったわけですね、要するに一言で言ってですね、働くというのは自分の価値を実現することであって、会社に使われることじゃありませんよと、もしあなたがその価値をそのこの会社では実現できないと思うなら、さっさと辞めればいいんだと、そうすることで会社も良くなるんだと、あなたの上司も目覚めるんだと、したがって自信を持って働きなさいと、こういう本なんですね、これ、こちらね、それからこの働く女性のためのリーダーシップというのは、要するにね、あのリーダーには2つあると、要するに指揮命令型のこれは男性的なね、軍隊で言えばまあ上官が絶対命令ですよね、それともう一つ参謀型のリーダーというのがいるんだと、それはその場の状況を読んで、その場において今何をなすべきかということを的確に判断して、実際に権力を持っている人、権限を持っている人にそれを情報として提供し、その人の意識を変えていく、あるいは問題意識を変えていく、あるいは行動に移させる、それだけの力を持てるのが本当のリーダーなんだ、これからはもう統帥型のリーダーの時代は終わったんだから、参謀型のリーダーなんだ、
その参謀型リーダーに最もさせているのはむしろ女性なんだと、うん、男性というのはどうしても機械論的なパラダイムの中にどっぷり使ってるから、うん、初めから無理なところがあるんでね、うん、そういう女性こそがこれからのリーダーになって指導できたと、うん、こういう本だね、うん、じゃああなたがリーダーシップになって、あ、リーダー管理職になった時にどういうリーダーシップを発揮すべきかというのを、うん、Q&A 方式でですね、うん、私の体験をもとにね、うん、この時はこう、あの時はああだったという私の体験のもとで女性にこうあってほしいということを、まあ、うん、書いたというのが、そうですね、うん、この順番です、この順番